多くの男に貢がせて、たくさんの高価なプレゼントをもらってきた。今はこいつ以外のプレゼントなんて。はい、漠然とだけどね。しょうがないわね。まったく、俺らが背中を押してやらないとな。バースデープレゼント買い出し班の検討に期待する。大概のプレゼントもらったことあるだろう。難しいね。ねえ君たち、あの後大丈夫だったのかい？はい。ならこんなのはどう？プレゼントなんて選び放題の時代、安くしとくよ。何よトーカ。だって知りたいもん。ずるい、私が先。大人気じゃない。よし、ちょっとよ。イリーナに誕生日の花束。君たちが渡した方が喜ぶだろう。俺が渡そう。気遣いに感謝する。なんでみんないきなり帰んのよ。ちょっとカラスマン聞いてよ、ガキども。ちょうどいい。誕生日おめでとう。おそらくは最初で最後の誕生祝いだしな。当然だ。任務を終えるか、どちらにせよあと半年もせず終わるんだ。こんなことだろうと思ったわ、あの堅物が。思い出したわ、平和な世界のガキどもと先生ごっこをしてただけ。最高のプレゼントありがとう。そこまで俺が鈍く見えるか。でも潮時かもしれない。あれからビッチ先生は学校へ来ていない。もしイリーナ先生に動きがあったら呼んでください。普段は野球派。GPS や公共の監視カメラにも気配がありません。僕は死神と呼ばれる殺し屋です。なんだ。人の心を開きます。渚君、花が美しくかぐわしく進化してきた本来の目的は、そして多分次の花は警戒できない。おお兄ちゃん、ここで俺らにボコられるとは考えなかったか。それらは全部間違っています。人間が死神を刈り取ることなどできはしない。そう簡単に計画通りにさせるかよ。空中から一周したが周囲に人影はない。はい、皆さんどうかご無事で。全員来たね。やっぱりこっちの動きは分かってるんだ。約束は守ったでしょ。ビッチ先生さえ返してくれれば。大丈夫、奴がおとなしく来れば誰もやらない。しないよ、子供だからってビビりすぎだろ。空間のある音がした。思考性爆薬、カプセル煙幕。いいね、そうこなくっちゃ。うーん、7対1。セリアウィン、ウメデザイヌ、結構的な事情があるんでしょうか。サッカーに詳しい前原君に。ん、磯貝君は、日向さん、寺坂君も。どちらの方向から来ても多勢でかかればこちらが有利だ。姿が見えない。正面戦闘のスキルだった。これがないと残り 1% の標的をやり漏らす必須のスキルだ。実際怒ってる、この両手で。ドブロや君のでは単なる猫騙しだ。当分は神経が麻痺して動けなくなる。まあこんなものか。ビッチ先生をお願い。面倒ばかりかけやがって。お、果たして石踏んだ。弱ったふりするなんて一瞬。ひよっこども、これが経験の差よ。あんたの言った通りだったわ。やっぱりこの子たちとは組む価値がない。行くぜイトナ、俺とてめえで叩きのめすぞ。戦っても損害だけだイトナ。いつか勝つまでチャンスを待つ。どんな方法でコロ先生をやろうとしてるか知らないけども、犬に変装したおかげで自然に匂いをたどりました。イリーナ先生まで。お前が首謀者か。あれはわざと生かしておいたんだ、商売がたきたちに手を。他に気配はない。はっ、はっ、イリーナ先生。先生。皆さん、コロ先生まで捕まっちまうなんて。はい、先生物質の檻ですか。初めて見せ。待て、生徒ごと殺すつもりか。当たり前さ、プロとして結果優先で動いただけよ。確かに多少手荒だが。生徒の命と引き換えなら殺せるという時はどうするか。あれがあれした時なんかはそういう場合もあるだろうし。プロってのはそんな気楽なもんじゃないぞ。ここは
確かにカラスマも人間離れしてるけど。イリーナ、手伝ってほしい。トラップを仕掛けた。わかったわ。ドアノブ裏に違和感。トラップか。ちゃんと当てなよイリーナ。ごめんね、あんたには理解できないだろうけど、彼は理解してくれた。僕の昔話をしてあげたっけ。命なんてすぐ消えるあやふやな世界。生きているとはさすがだな。君たちを惑わすためだけに雇った。さて最後の仕上げに入るとしよう。カラスマ先生大丈夫ですか。イリーナは彼女なりに結果を求めて死神と組んだ。自己責任だ。プロだとかどうでもいいよ。ピッチ先生まだ21だよ。大人のかけらをいくつか拾い忘れたんだよ。忌まわしい血の記憶もただの日常にできる。逃げるのではなく仕事として飼いならすか。幼子には酷な選択か。難民キャンプへ。そうよ、裏切られて死ぬくらいがちょうどいい。どういうことだ。全員逃げた。排除したのか。なんて手際だ。簡単な構造だから乱暴に外しても起爆しないし。もうお嫁に行けない。赤くなんだよ、バレるから。他に痛むところはあるか。脳に異常かと思ったが、お前の場合それが正常だな。イリーナ、お前が育った世界とは違うかもしれない。思ったんだが、お前そんなに大した殺し屋か。一つ一つのスキルはさすがだが。言ってくれるね。顔の皮は剥いで捨てたよ。戦いだ。何言ってるかさっぱりだよ。見た。何を隠しているかわからん。長引かせてはダメだ。あの女を引き入れるトークスキルさ。死んでも特に悲しくなかった。僕はこう思ったんだ。僕は魅了された。暗殺とはご覧に入れよう。総合芸術さ。死神でも急所は同じでホッとしたぞ。ジュースでダミーを。俺の大事な生徒と同僚に手を出したんだ。スキルなうちの教室に全て揃ってる。影響を与えた者が愚かだったのです。そういうことですね、イリーナ先生。てめえ、ピッチ、何に手をつけたんだよ。思う存分性的な暴力で発散すればいいじゃない。そういうことだ。自分の意志で敵を倒して得たものだ。何よそのムードのない渡し方。いやらしい展開に入る前に一言あります。安心して殺し殺されることができる環境づくりを。暗殺によって生徒を巻き添えにした場合、この教室がどんな結果を迎えるのかはわからない。君の希望進路は官僚ですか。震災の時さ。でも国の機能は麻痺せず割と正常に回ってたじゃん。影から操るのが中肉せ。中村さんは外交官ですか。私こう見えても天才小学生って呼ばれてたのよ。けど普通が良かった。普通になりたかった。せっかく入ったこのギガ丘でバカバカやってたら失ったものの大切さに初めて気づいた。その車をカラスマったらね。先生、多分僕にはいずれ死神と同じことができるようになると思う。コロ先生、僕は。君は臆することなく攻撃に入る勇気がある。君の勇気は時期をはらんでいます。君自身の安全や尊厳をどこか軽く考えている。その後でもう一度相談をしましょう。寄付金持って必死に頼んだら、あんたを E 組から脱出させなきゃ。あんたも一緒に来るのよ。ちょっと待ってよ母さん。大学も就職も母さんが行けってとこ行くからお願い。争い事が苦手な父さんは嫌気がさして。母さんがそういうのは全部知ってる。母さんが試験で落ちた一流大学だ。慶大出身者がトップを占める菱丸に就職。ああ理想を言えば女の子が欲しかったな。僕の人生の主人公は僕じゃない。そうだ。また暗くなった。何も心配いりません。渚の母ちゃんか、きつい人だよな。親同士で話が合わなくなっちゃう。そっか。僕を E 組にとどまらせてくれるように。はじめまして、私塩田渚の母でございます。ささ冷たいジュースでも。渚くんも似たんでしょうかね。あなたの理想、
ええ、この子ですからどうかこの子が E 組を出られるようにオチパイを経験している親が道を作ってやるのは当然でしょう。なるほど。そう、私カラスマ忠臣はズラなんです。渚くん本人が決めるものだ。めっちゃキレてんじゃん、渚の母ちゃん。渚、逃げなさい。すぐにあんたの目覚まさせてやるから。しかし、でも今は一人じゃ何もできないうちは、殺す気があれば何でもできる。僕の一周目、母さんも一生懸命だったから。タイロを立ってから本校舎の先生にお願いに、塾行かせて、私立入らせて、どんだけあんたに手間とお金使ってか分かってんの。分からんことばっかり見つけて。あんたっていう人間はね、足が、でも正しい。まずは君自身が君の意思をはっきり言うことですよ。警察、ガキを殺しちゃう。あなたの顔色をうかがう生活は僕の中のある才能を伸ばしてくる。この才能のおかげで僕はここでみんなの役に立てている。母さん、僕は今成功したら髪を切ります。そこそこ無事に育っただけで喜んでもらえたら。何なのそいつ、何したの渚。この辺りは不良先生、堂々と3月までに殺す宣言しちゃいました。分かってるよ。さてお母さん、先生がお母さんの車で送りましょう。仮に先生を殺せたとして、こうと決まったものじゃない、誰かを助けるために使いたい。ゆっくり探してください。だから遅い上に信号待ちとか自動車。今日から朝ごはんは僕が作るよ、だからお願い、クラスだけは。僕は殺し屋。